おさ、お久しぶりです。FBOTV でお久しぶりです。今日は、長野の、117期期待の旅、菊池武藤選手の、ん <laughs> っと、ん <laughs>、小の最終日、次、言っていきたいなぁと思っております。で、今回の国連のナイターですよね。で、まあ、馬鹿逃げしましたね。<laughs> って感じですね。まあ、菊池、ん、 えっと、流れに任せるのは仕方がない短期。ああしかししながら、初手最後尾。力を教室ていきたいと思います。まず1番のうちです。えっと、その後ろが5番のうららでしょうか。あと、セントリトリの後ろで、えっと、このまま切り口が引くか引かないかって感じでさで、このまま行くかなと思ってたんですが、このまま、インを救っていきます。で、そのまま、えっと、逃げます。で、その後ろ3番もついてい、ま、きま残り1時半というところでしょうか。じゃんですで。このままだと逃げ切れるかなと思っていました。 えっのバックと赤間の方もム通過の残り1週間ってところでしがうえと、菊池 <coughs> の後ろが8写真、二写真ほど離れていたんでしょうか。ですが、そのままあと無理でしたね。そのままと三 3, 3番が行きます、その後ろ。5番がどうでこのまま行けるかなと思ってたんですが、本当にこれもこ,これで菊池がもうちょっと踏めればだったんですが、このままと、 ダメでう 3, 4, でしょうか菊池選手は <laughs>、ダメでしたね。354ですね。菊池武人は4番でしたね。うんうん、う <laughs> んって感じですね。まあやっぱり菊池武人らしいなと思ってまあですが、この菊池武人選手は逃げが先行なんですよね。なので本当、次 S 級2班に上がったらどういう活躍をしてくれるのかなって本当に 楽しみなところもあります。やっぱり s 級に上がると、やっぱり自信がついてきます。本当にそこでどうなっていくのかなと本当に思います。本当に今後やっぱり期待したいなと思っております。やっぱり気球に上がったら考え方も変わるかもしれないし、本当に今後やっぱり。 性が高まる選手であります。ではで、は今回このもので、本日もご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンを押してくれてありがたいです。それでは、また次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。それでは、また次回お会いしましょう。じゃあね。